はい、野口です。今日はね、俳優の武田真治さんが大晦日に新型コロナウイルスに感染したということが分かって、まあ僕なりに思ったのはですね、まあ最近テレビでのこの、収録時にね、マスクではなくもう口元だけのこうシールドで、出演してね、もう大声で喋ってる、あれはもう非常にね、もう僕はね、危険だと思うんですね。もう別に表情なんかもう見えなくてもね、いいから、もう芸能界もちゃんとしたマスクをしてね、もう、なんていうのかな、あんなもう役立たずの、もうマウスシールドをしてね、土下に行って、もうなんていうの、相手方にももう迷惑でしょ。で、例えばこう、スタジオでもね、横にだけこう、アクリル板があって、前にこの飛沫したものが普通にもうスタジオにパーッと広がるわけじゃないですか。だからね、もう思うのは、もう表情を見せることよりも、その感染者をね、出さない、増やさないというね、その考えで、もう無理な度胸はね、もう撮影はしない。今は本当もうこういうね、もう状況ですから、もうそれをね、やっぱり 最優先してね、欲しいなと思いますね。で、武田真治さんのね、早い回復をね、心から願ってます。はい、どうもご視聴ありがとうございました。